台湾は中国の防空識別圏侵入でスクランブル対応を見直しを発表しました。今回は台湾のスクランブル事情を詳しく見ていきますね。台湾の覚悟は日本も見習わないといけない。この2021年に入り、台湾の防空識別圏への侵入を繰り返す。中国軍航空機の数、回数が、ともに、過去最高の多さを更新してきており、台湾海峡有事の可能性が、これまで以上に、現実味を帯びてきている。台湾国防部は、2021年3月下旬に、こうした状況に、悲鳴を上げた形とも、取れるかのように、これら防空識別圏内への中国航空機の侵入ごとに実施していたスクランブル対応を取りやめることを表明した。台湾軍戦闘機によるスクランブル発進を中止する代わりに、実施するとされた対策が、地対空ミサイルによる中国軍航空機への追尾活動であり、今後はこれを標準対応とする模様だ。台湾空軍では、スクランブル発進に要する対象戦闘機の維持、メンテナンスや搭乗員疲弊等の問題からも、この方針転換をやむなく決断したようで、現在の中台の軍事バランスを物語るものとも言えそうだ。少し古い統計ではあるが、2018年時点で台湾が保有する戦闘機数は約330機ほどであり、これに対し中国軍はすでに3倍近い850機前後を台湾に向けて配備済みであるとも言われている。従来2007年頃まではその数は拮抗していると考えられていたことから、その後の10年強で驚異的な速度で中国軍の戦闘機数は増強されたとみられ、台湾の危機感は日増しに増加している。台湾空軍が保有する戦闘機は初期型であるアメリカ製の F-16 の AB 型が約140機、国産の FCK-1K 国が約130機、フランス製ミラージュ2000が約60機ほどとされており、いずれも第4世代戦闘機だ。こうした台湾の空軍戦力の弱体化を補う名目で、アメリカの前トランプ政権は、2019年に、ようやく最新型の F-16 である V 型7072を66機輸出することを承認しており、例によって中国は猛反発している。F-16V 型は、ベースの第4世代戦闘機からレーダーセンサ類を刷新し、第5世代戦闘機に近いレベルまで性能向上が図られている。いわば、第 4.5 世代機と評されている機体である。前述のように、台湾はこの F-16V 型を新たに66機アメリカから調達する承認を取り付けているが、既存で保有している AB 型約140機も同様のアップグレードを施すことを決定している。残るフランス製ミラージュ2000は、こうした抜本的な近代化改修が不可能であるため、これらが退役すると、ますます台湾空軍の戦闘機数は減少する可能性もあると危惧されている。不幸中の幸いと言うべきか、今後、既存の F-16AB 型約140機のアップグレードは、台湾に専用の工場が設けられるため、若干早いペースでの作業が見込まれる状況にはなるようだ。ただし、日本の航空自衛隊は、F-15J イーグル、F-2、
F-35 ライトニング2の3機種を揃え、F-15J イーグルは一部を近代化改修、F-2 は国産の第6世代となる。次世代戦闘機で代替する予定である。これらに比べれば、最新型が第 4.5 世代の F-16V という台湾空軍の現状は、やはりすぐに航空戦力の回復を図るには弱く、本音としては F-35 ライトニング2を輸出してくれないアメリカへの苛立ちはあるだろう。日本の防衛省のホームページ上でも F-35 ライトニング2の調達や次世代戦闘機の開発について、近代戦における戦闘機の能力は世代が異なれば段違いであると指摘し、その導入を必須と説明している。そうした状況下で、台湾の政府組織である中山科学研究院は2021年4月に、台湾が独自の次期戦闘機開発を進めていることを表明し、これがいかなる機体となるのかが注目を集めている。台湾の国産戦闘機 FCK-1 警告は、1980年代にアメリカの F-16 をベースとして企画、開発された双発の戦闘機だが、現在もアップデートや高等練習機 T5 として派生型を生み出している。一時期は、さらに、この高等練習機 T5 を用いた軽戦闘機の開発が素地用に挙げられたこともあったが、今回の中山科学研究院の発表がこれを意味しているものか否かは、現時点では全くの不明である。当然、国産戦闘機 FCK-1 警告や高等練習機 T5 は第4世代機であるため、機体そのものにステルス性能はなく、搭載する機関部もアメリカ製のものであったため、これを進化させても第5世代とも呼べそうにない。そのため、中山科学研究院の発表は、機関部まで国産化を目指す全く新型の戦闘機計画を示唆しているのではないかとも言われており、一部から大きな関心を呼ぶ原因ともなっている。個人的には、今回の中山科学研究院の発表は、台湾国内の国威発揚を目的とした政治的なものなのではないかと、若干懐疑的な見方をしてしまうのだが、どうなのだろうか。台湾の問題は、そもそも日本やアメリカを含む多くの国々が今の中華人民共和国を正式な中国と認定して国交を樹立してしまい、国際的に国としての地位を台湾が喪失していることが最大の問題だと思える。